今日はシルバーアクセを紹介しています。コーディネートが大人っぽくなるようなアクセサリーを紹介しています。スワロフスキーつけた、つけました、ハートのやつ。はい、本当に。ここにでもホリホリの、あれホリホリだっけ、あのブルーのブレスレットすごく、チェーンのあのブレスレット、すごい可愛かったです。ビーズもついてて、あんまりシルバーアクセサリーつけないんですけど。でも自分で作るんでしょ。自分でも作ります。昨日見たの、作ってたジュズみたいな。そう、ジュズ、そう、ビーズとかだったらね、できるけど。でもなんかアクセサリーってなんかね、アクセサリー感覚じゃなくて、なんか常につけてるのが好き。リングとかだったらリングをずっと常につけてるとか、ピアスも毎日同じのをなんか大切に使いたいっていうイメージ。シンプルなのね。そうそう、それはわかる。よりはなんかちゃんといいものとか贈り物とかをつけていたいなって思う。シルバーだと特にそうかもしれない。そう、シルバー。最近ちょっとゴールドが多かったから新鮮だったかもしれない。でも夏はシルバーの方がなんかさっぱりキラキラして、なるほど、確かに素敵だなって。いろんなシルバーアクセサリーを紹介しているので、夏に向けて大人っぽいコーディネートの参考にしてみてください。バイバイ。